ユニクロが夏用下着の素材で作ったマスクの販売を今日から始めました。東京・銀座の店では密を避けるために整理券を配布しました。ユニクロは今日から全国の店舗とオンラインショップで夏用の下着、エアリズムの素材を使ったマスクの販売を始めました。銀座店では開店前から人が集まり、整理券を配って15分ごとに客を入れ替えての販売となりました。1週間ぐらい前からネットで見て、あ、これ欲しいなぁ、なんか軽いです。肌着っぽい感じ。マスクは3つのサイズから選べ、当面は1人各サイズ1点までと購入を制限して販売します。ユニクロは1週間に50万組を供給するとして、近いうちに希望する方が買える状況になると説明しています。